市内を流れる宮川に架か,かる中橋8月夕刻の、中橋2月中橋は、岐阜県高山市本町一丁目と上山の町を結ぶ、橋、宮川に架か,かる。岐阜市や欄干を備え、全体を朱色にまとった特徴を持つことから赤い、中橋とも呼ばれる。春の鉱山祭期間中における、屋台が中橋を通る姿を捉えた写真などで、有名である。 周辺は桜や柳の木が並び、飛騨鉱山のシンボルとして観光名所の一つに挙げられる。周辺には各テレビ局のお天気カメラ設置ポイントとなっている。高山市が城下町として栄えていた時代に架けられた橋であるが、幾度か水害により流出している。現在の橋は1925年に架け直され、1965年に、 現在の形に改造されたものである。春夏秋冬の年4回、夜になると36期のハロンゲンランプによるライトアップが行われる。ライトアップは1987年以前より行われているもので、飛騨鉱山の観光地ライトアップの契機となった。秋冬のライトアップは、投資で行われ例年紅葉シーズンに合わせて開始されるが、2007年の秋冬は、飛騨。 美の自慢プロジェクトの観光キャンペーン、日だ、美の自慢キャンペーン開始に合わせ一週間早めてライトアップが開始された。高山市では中橋に限らず多くの観光地でライトアップが行われている。ありがとうございます。